皆さん、こんにちは。思い出の渚の大ヒットで知られるグループサウンズ、ザ・ワイルドワンズ。リーダー兼ギターで音楽プロデューサーの加瀬邦彦さんは、74歳で亡くなりました。一度は食道がんを克服したのですが、2014年、咽頭がんを発症してしまいました。その後、東京都港区の自宅で呼吸用のチューブが塞がった状態で見つかっており、所属事務所は2015年4月20日に自殺したと明らかにしました。関係者によると、21日朝、家族が自宅の洗面所の前で亡くなっている加瀬邦彦さんを発見したといいます。捜査関係者は、事故と自殺の両面から調べていましたが、司法解剖の結果、遺族に自殺と伝えられたそうです。加瀬邦彦さんは1994年、食道がんを発症しました。食道と胃の3分の2を摘出し、細くした胃と喉をつなげる手術を受けたといいます。一度は寛解状態となり、2006年には結成40周年のライブを東京日本武道館で行うまでに回復していました。術後は抗がん剤の投与を拒み、気功で自然治癒力を上げる呼吸法を実践するなど、徹底した健康管理に取り組んでいたといいます。しかし2014年、咽頭がんを発症しました。恩師の加山雄三さんから命を優先するように勧められ、声帯を切除しました。近年、咽頭がんであることを公表したつんく♂と同様、手術後は食道発声法を練習していましたが、2014年7月には音楽活動の休止を発表していました。発見された時、加瀬邦彦さんは自宅の洗面所の前で喉につけていた呼吸器のチューブが塞がっていたといい、洗面所で患部に水を入れて命を絶った可能性があるとみられています。2012年には産経新聞のインタビューに対し、最初の食道がんについて人生最大のピンチだったと明かした加瀬邦彦さん。がんを克服し、きっと次は良いことがあるだろうと、夢と目標を持って頑張ろうと思っているとも語っていました。さらに、メンバー全員ががん経験者になったことを、みんなラッキーなことに早期発見早期治療で治りましたとユーモアを交えて前向きに語っていました。少なくとも病魔と毅然と戦う意思を示していたことは確かです。加瀬邦彦さんは慶応義塾大学在学中からバンドを始め、スパイダース、寺内武志とブルージーンズを経て、1966年にザ・ワイルドワンズを結成しました。バンド名の名付け親が加山雄三さんでした。グループサウンズ全盛期に和製ビートルズとも呼ばれるサウンドと、加瀬邦彦さんの12弦ギターが奏でる爽やかな音色が人気を博し、思い出の渚が大ヒットします。1971年の解散後は音楽プロデューサーとしても活躍しました。作曲家としても沢田研二さんに提供した危険な二人や TOKIO などを手掛けました。近年は加瀬邦彦さんが経営する東京銀座のライブハウスケネディハウスで月に一度ワイルドワンズの定期ライブを開催するも、亡くなるまでの1年は出演を自粛していました。遺体が発見された21日は敬愛する元ビートルズのポール・マッカートニーが2年ぶりの日本公演をスタートさせた日でした。加瀬邦彦&ザ・ワイルドワンズリーダーで音楽プロデューサーの加瀬邦彦さんが亡くなったことを受け、バンドのメンバーが23日東京銀座の加瀬邦彦さんが経営するケネディハウス銀座で会見を行い、良きリーダーだった加瀬邦彦さんを偲びました。加瀬邦彦さんからは、自分で本気で楽しまないとお客さんにも伝わらないと言われてきたというメンバーの上田義明さんは、加瀬邦彦さんに対しては感謝しかない、あの方のおかげで武道館でライブができたり高見へ連れて行ってくれたりした、人柄も含めて素晴らしいリーダーだったと感謝を述べていました。新しいものが好きで、そこが魅力だった、時代の最先端のものを作るものとして優れていたと思う、音楽が愛おしい顔が忘れられないと続けました。メンバーの鳥塚茂樹さんは、加瀬邦彦さんが6歳上だったけど、僕らのレベルに合わせてくれて、いろんないたずらをしたり、お茶目なことをやってくれたり、楽しかった。でも、
2年に一度ぐらい加瀬邦彦さんに怒られたんですよね、と述べます。これには上田義明さんも、普段は温厚だから怒ると怖いと同調し、楽しかった日々を思い出し笑顔を見せていました。くしくも加瀬邦彦さんが目指したザ・ビートルズのポール・マッカートニーの来日公演の日が加瀬邦彦さんの命日になってしまいました。上田義明さんは、加瀬邦彦さんはビートルズみたいなバンドを作りたいと僕らを集めてくれた、不思議な巡り合わせとしか思えないと語っています。今後の活動について22日に話し合ったという3人。上田義明さんは、49年間やってきて、加瀬邦彦さんは有形無形の遺産を残してくれている、無理なくなるべく長くやっていこうという方向でいると、今後も加瀬邦彦さんの魂が宿る場所ケネディハウス銀座を拠点にバンド継続を明言しました。2016年にはバンド結成50周年を迎えますが、どういう形になるかわからないが、加瀬邦彦さんのレガシーを受け継ぐものとして何らかの形でやっていきたいと述べていました。島英二さんも、いいステージを作っていこうと昨日話したと言います。同日予定されていたライブは訃報を受けて急遽延期となりましたが、5月1日に改めて開催されるとしていました。グループサウンズ GS の頂点にいた沢田研二さん、ジュリーを日本全国津々浦々老若男女を見せるスーパースターにしたのは、期待のプロデューサー加瀬邦彦だと言っても過言ではないでしょう。ザ・ワイルドワンズのリーダーでギタリストだった加瀬邦彦さんは、1960年代後半に若者たちが巻き起こしたグループサウンズブームをどう生き、そしてジュリーを作り上げたのでしょうか。1966年6月日本武道館、斬新な音楽性で世界中を席巻したザ・ビートルズの日本公演には、あまたの若者が押し寄せました。その人並みに25歳の加瀬邦彦さんの姿もありました。本来であれば加瀬邦彦さんは寺内武史とブルージーンズのメンバーとして前座を務めるはずでした。しかし出演者はビートルズと接触は愚か観覧さえできないことを知り、直前にグループを脱退します。一観客として会場にいたのです。当時日本の音楽シーンではビートルズや後続のザ・ローリングストーンズの影響を受けたミュージシャンたちによってグループサウンズブームが盛り上がりつつあった時代でした。1966年3月にジャッキー吉川とブルーコメッツがリリースした青い瞳が販売数50万枚と言われるヒットになります。以前加瀬邦彦さんが短期間所属していたザ・スパイダースも、未だヒット曲はないものの着々と存在感を増してきていた頃です。この頃の加瀬邦彦さんの置かれた特殊な境遇について、ザ・ワイルドワンズの島英二さんは次のように語ります。ブルージーンズを脱退した際、普通ならクビになるところを渡辺プロダクションから強く引き止められたそうです。それだけ加瀬邦彦さんは周囲から才能を期待されていたのでしょう、と述べています。ビートルズの武道館公演前後から加瀬邦彦さんは渡辺プロからの期待に応える形でワイルドワンズの結成に向け動き出していました。まず加瀬邦彦さんの誘いに応じたのはドラマーの上田義明さんです。当時僕は早稲田の大学生になる前の浪人生で、アメリカンスクール在学中の友達とバンドを結成していたんですが、ある時池袋のデパートの屋上で開催された日米対抗バンド合戦というイベントに出演しました。加瀬邦彦さんはイベントに協賛していたヤマハの方から、ドラムを叩きながら歌える珍しいやつがいたという評判を聞いて連絡をくれたんです。あの加瀬邦彦さんから誘いが来たと驚きましたが、日比谷で初めてお会いした時のアイビールックの洗練されたファッションと誠実な人柄にはさらにしびれました。条件もとても良かったし、すぐに加瀬邦彦さんと一緒にやっていこうと心に決めました、と当時出会った時の印象を語っています。上田義明さんに続き、加瀬邦彦さんは人づてに鳥塚茂樹さん、島英二さんらをメンバーに抜擢しました。いずれも関東の学生バンドシーンではホープと目されていた面々でしたが、年齢は6、7歳年下です。ミュージシャンとして目覚ましい前歴があるわけではなかったのです。加瀬邦彦さんがワイルドワンズで目指していたバンド像について、ビートルズのようなグループを目指しながらも、音楽的にはアメリカ西海岸で流行っていたウエストコーストサウンド、
例えばバーズやママス&パパスのようなフォークロックを志向していました。加瀬邦彦さんは学生時代から加山雄三さんと親交があったことが有名ですが、音楽界、芸能界だけじゃなく美術界、演劇界など交友関係が幅広く、当時から際立ったセンスとプロデュース眼のある人だったそうです。加瀬邦彦さんの戦略は見事功を奏し、1966年11月にリリースしたデビューシングル「思い出の渚」は交渉100万枚超えの大ヒットを記録することになりました。爽やかなコーラスと加瀬邦彦さんの奏でる12弦ギターの響きは今も多くの人に愛されています。愛するアニタ、1968年、バラの恋人、1968年といったヒットをものにし、またザ・タイガースに CCC を提供するなど、ソングライターとしても注目を高めていった加瀬邦彦さん。1971年にワイルドワンズが解散してからは沢田研二付きの作曲家、音楽プロデューサーとしてラツワンを振るいました。当時渡辺プロの社員として沢田研二さんのマネージャーを担当した森本義人さんは当時の加瀬邦彦さんについて次のように語ります。加瀬邦彦さんが関わるようになったのは許されない愛からです。曲作りとビジュアル面やステージの演出を担当したそうです。印象的なのは沢田研二さんがシャボン玉プレゼントでポール・アンカのダイアナをカバーして歌った時のことでした。加瀬邦彦さんから森本、沢田のダイアナはどうだったと聞かれ、とても良かったと思いますと答えたのですが、それからしばらくして出来上がってきたのがあの危険な二人でした。ダイアナと同じく年上の女性への愛を歌った内容でロカビリー調の曲でした。ご存知の通り大ヒットを収めるわけですが、沢田研二さんの魅力を引き出すことにかけては加瀬邦彦さんの右に出る人はいませんでした。1970年代から1980年代にかけ、加瀬邦彦さんは沢田研二さんという時代の偶像を通して日本の音楽シーンに大きな変革をもたらしていくのです。加瀬邦彦さんのプロデュース力は勝手に仕上がれ、1977年カサブランカダンディなど自身が制作に関わっていない楽曲でも発揮されました。そして1980年のトキオで大輪の花を咲かせました。貧しさを忘れ経済大国となった日本の首都東京の映画と反面の孤独を当時最先端のテクノポップサウンドに乗せて歌ったエポックメイキングな楽曲です。TOKIO のシングル版は1980年1月1日リリースです。当時の流通の事情を考えたら普通ありえませんが、この曲で1980年代が始まるんだという意気込みで関係先に頼み込んで実現したといいます。この難プロジェクトを先導したのは加瀬邦彦さんです。 NHK 紅白歌合戦が終わった後、生放送番組ゆく年来る年で沢田研二さんが大きなパラシュートを背負ってこの曲を披露した時は痛快でした。この曲以降、沢田研二さんはよりビジュアル重視にシフトチェンジしていくのですが、例に合わせバックバンドをデビュー以来の井上隆之バンドから若いバンドに切り替えるよう決断したのも加瀬邦彦さんでした。いかがだったでしょうか。加瀬邦彦さんの死後、経営していたライブハウスケネディハウスを受け継ぎ、ワイルドワンズに加入した次男の加瀬智隆さんは父についてこう振り返ります。仕事でもプライベートでも常に自分がワクワクできる何かを探していたそうです。子供の加瀬智隆さんにたびたび、最近はどんな音楽やファッションが流行っているのと尋ねてきて、その情報をちゃんと自分のものにしている柔軟な人でした。音楽やプロデュース業について、二歩先だと早すぎる、一歩先だとすぐ追いつかれるから一歩半くらい先に進んでいるのがちょうどいいんだよと言っていたのが印象に残っているそうです。現在 YouTube や TikTok などの SNS では10代20代の若者を中心に昭和ポップスのリバイバルが起こっており、そこでは加瀬邦彦さんが奏でプロデュースした楽曲たちも大きな人気を集めるといいます。体は滅びても時代を超えて音楽が残る、ミュージシャンとしてこれほどの幸福が他にあるでしょうか。常に絶妙なバランス感覚で時代を先んじてきた加瀬邦彦さんの精神、人としてのありようは今後の音楽人やクリエイターにとっても大きなヒントとなるに違いないと思われます。
ご視聴ありがとうございました。この動画が気に入っていただけましたら、チャンネル登録、高評価をお願いします。